ISS に取り付けられた2台のストレラストレラはミール宇宙ステーションと国際宇宙ステーションのモジュールで利用されているロシアの手動操作式のクレーン。ミールや ISS ロシア区画の宇宙飛行士の移動や船外機器の移動のために使われている。ミールではコアモジュールにプログレスで輸送された2台のストレラクレーンが取り付けられていた。また ISS ではピアースに STS-96 と STS-101 の2回に分けて、曝露機器輸送用キャリアに乗せて運ばれたものと、ピアース内に収納されて運ばれたものの2台が取り付けられている。ストレラは、長さを伸ばすための伸縮と上下、水平方向の回転が可能なクレーンで、分解した状態で運ばれて、軌道上で組み立てられた。畳んだ状態では1.8メートルくらいの寸法で、 あるが、手動クランクを利用して伸ばすと、最大で14メートル程度まで伸びる。ストレラは、ズベズだから、ザーリャにかけての ISS のロシア区画の範囲内をカバーできる長さを持っており、宇宙飛行士や船外機器の移動時に使われている。宇宙飛行士の移動時は、先端に乗ってアームを伸ばす方法だけでなく、先にアームを伸ばし、そこを伝えながら移動する方式も使われる。 ISS のロシア区画は輸送機や核モジュールはすべて自動ドッキングシステムを使って結合しているため外部からの操作を必要としておらず、宇宙機の移動や取り外しも同様の方法で実施可能なため、ストレラは手動式で非常に簡易な構造で十分であった。このため、カナダアーム2の重量 1800kg に比べて、 ストレラクレーンは 45kg と大幅な軽量化が行われており構造もシンプルなためメンテナンスの必要性もカナダアームにより少ない。なお電気モーターを使う駆動方式ではないためにストレラはロボットアームではない。欧州ロボットアームが ISS のロシア区画では最初のロボットアームとなる。2012年2月16日に行われたロシアエヴァ -30 では 一台のストレラがポイスクに移設された。この移動は現在ピアースが結合しているズベズダのドッキングポートにナウカを結合するのに備えてピアースを廃棄することからその前に実施が必要な作業として行われた。もう一台のストレラもザーラに移設される予定。ありがとうございます。